2021年ウォータムウィンター島のオンラインフィッシングショー、こちらでは電動ジギングの新製品について松岡さんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ松岡さん、はい、もうジギング手巻きも電動もかなりやり込んでられますよね。そうですね、ここ数年、はい、やらせてもらってるんですけど、この電動ジギング、まあいろんなジギングって手巻きもありますけど、電動ジギングの魅力、いいところって言ったらどう思いますか？電動ジギング、そうですね、私自身が、まあ、ずっと、まあ、ソフトボタのルアーフィッシュでですね、まあ、キャスティングだったりジギングだったり、はい、もうかれこれ20年ああそんななるんですね。はなるんですけども、まあ、それまでに電動リールでジギングで使ったこともあるんですけど、はい、その昔の当時と今とでは全然変わらない性能が違うので、ね、まあ、この電動リールから離れてたわけなんですけど、はい、この最近このリールをが出て触った時にあまりの凄さですねこんなことができるんだ、いろんなことがやっぱりできるんだ、あなんか今までやってこなかったことができるようになった。そうできるような感じ。それはなんかこう時間体力の余裕ができたという。そうですね、まあ、体力分もあるんですけど、あとモーターのことだったりとか、ね、そういったもう細かなところとか。なるほどね。前の電動リールではこういう動きはさせられなかったけども、うん、できるようになったっていうのが、まあ、大きいですかね、そこの部分が。 なんでもうこれまでやってきたジギングに加えてこの電動ジギングをやらせてもらったおかげで新たな発見がですね、あって、あなるほどなと、これでだから食うんだと、あどちらもちょっと生きてるような感じです。割合的には手動と電動、はい、どっちがどう多いですか？そうですね、ジギング全体のゲームでいくと手動の方がやっぱり6割ぐらい。それはなんで手動が多くなってるんですか？まあ、魚種が豊富なのと、あの小さなジギングですね、ジギングなんかを使う機会が浅場だったり、そういったところで使う機会が多いので、そのやっぱ手巻きのジギングのスピニングだったりビートタック、どちらも使ってすることが多いですね。そうなってくると電動を使った電動ジギングで使うジグの重さ、はい、大体このくらいから電動ジギング、はい、ジグ使ってばいいよっていう、はい、あの軽いところももちろん全然 100g それともできるんですけど、うん、この電動リールがやっぱ得意とするところは、うん、重たいジグで、あだいたい何グラムぐらいから、だいたい150、軽くても150グラムから、うん、だいたい200、300、あなるほど、あとその上も全然いけると思います。確かにその重さであれば狙う水深が結構深いところにいける、はい、でそれ以上に軽くなってくるとやっぱり水深が浅くなるから魚種も増えてくる、ね、なんで、まあ、こう6対4とかの割合で手巻きと電動やってるわけですね。松岡さん、この3000以上、はい、実際にも使われました？はい、一度だけですね。あ何釣りで？カンパチ釣りで使わせてもらいました。カンパチ、はい、水深はどのくらいのところで？水深が大体100から130メートルぐらいの水深だったんですけど、その使った時の P は何号ぐらい？5号を確か入りましたね、はい、そのちょっと、まあ、プロトの状態で、あまだできたとばっかりですね、はい、あとは、まあ、すごいですね、パワーが全然すごいですね、そのパワーが、うん、なるほど、3000番になると、うん、初めてこの3000番という、まあ、機種ですね。そうですね、また別物なんですね、その巻き取りのパワーみたいな。2000の EJ があって、それから1000の EJ が出て、そしていよいよ3000番が出てきた。これでやっぱりもう深いところ、はい、まだでかい魚を狙えるチャンスが増えましたね、増えてくるということで、いや自分なんかも電動リールでいろんな魚を釣るんだけど、やっぱ水深が深くなってくると、さあここは魚がでかいから4号を巻くか5号を巻くか6号を巻くか、太い方が安心なんだけど、今度距離が深くなればなるほど P を何メーターも巻きたいんで、6から5に落とし、5から4に落としというところがあるんですが、これまあ一般的にこうやって3000以上のような新しいものができたときに、いっぺんに2個も3個も購入する人はなかなか少ない、はい、一般的にはまず1個、はい、
さあこの1個のやっと買ったぞ手に入れたという EJ に松岡さんだったら何号何メーター巻くかっていうところそうですね、難しいところですね、迷いますね、これそうですね、釣り物で分けるのがいいのかなと思うんですよね、狙いの根ズレしそうな釣りとしない魚と、分けるのがいいところですね多分自分の場合でカンパチを狙うのであれば6号巻く、カンパチだったらやっぱりその海底付近の岩礁があるんでガチンコ勝負で、うん、で、ねずれされないような海遊系、はい、海遊系の上を走ってくれるような魚だと4号を巻いて、まあ、ラインの距離を取っていう、なるほどですね、風にすると、じゃあまずは自分がどっちの魚を狙いたいか、ね、海底付近、ねずれするかもしれないよっていう魚か、もう泳げば泳がしてやる、いっぱい飛ばしてやるっていうような魚をやるときには、細くしていっぱい、太くして短めというふうな、なるほどですね。いやですね、1個の電動リールで行くっていうのは決めかねないことがいっぱいあるんでね、まあでもそうやってまあやっていく魚、釣っていく魚がでかくなってくるとなると、やっぱ電動リール、あの糸巻き量、キャパシティだけじゃなくて、この中身、このモーターとかいろんな部品が出てくると思うんですけども、なんかこういった電動リールの中、仕組み、機能について、はい、松岡さんがこの好きなところ、安心できるところっていうのは、これはやっぱりモーターですね。モーター、はい、モーターがすごいなと思います。うん、こちらに置いてあるモーター、ギガマックスモーター、なかなか見る機会がないんです。そうですよね、まさかこのモーターを見る機会なんて一般的には絶対ないじゃないですか。パワーもそうなんですけど、自分が最初この電動事件ピタッと止まるんですね。止めたいときにピタッと止まってくれるので、そのジギングに必要なそのラインスラッグが、こちら側でこう意図的に出せるっていう、なるほど、すごく魅力的で、これは手動だったら自由にできる、そうですね、自分でできる、ところが電動を使うとそれが今までなかなか、そうですね、もう、ま、巻き切ってしまうような形で遅れてこう完成で巻いてしまうというものだったんですけど、このギアマックスモーターだとピタッと止まってくれるので、合わせたいところでしっかりナイスラックを出して、また早速入れたりすることができるので、その点がやっぱりこの電動リール自体がモーターが進化したことによって起こったんだなという、なるほどですね、だなというのが、あの巻き上げ、そのスピード、距離、そして止め、この全て時間でこの設定して自分でメニューを組んでいくじゃないですか。こんなところももうすごい進化ですよね。 そうですね、そこがまた楽しいところでもあるんですけど、これ手の感覚とやっぱり似てるところがあるんですよね。巻く距離だったりとかそういう部分があるんですけど、そういったことができるのはやっぱりモーターのおかげであったりっていう部分が大きいですよね。自分なんかもその設定たまにするんですよ、はい、するんだけど、その設定じゃ今嫌だと思った時に瞬時に変えるのはやっぱり初めの頃 EJ の2000から始まって、使い始めはなかなかぎこちなさがあるんですけど、だん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 慣れてくるとパッパッパッといくんじゃないですか。あの時にちょっとなんかこう初心者マーク外せてもいいのかなっていう感じの、自分も最初もあの間違って落ちてくるんですよ。まあある程度使ったらすぐ覚えられたんで、最初思ってたよりも使うのに早かったと思います。まあ、巻き上げ止め、巻き上げ止めで力が必要、スピードが必要というところで、こういったものを中でこのギガマックスモーターが支えていると。なるほどですね。で、まあモーターは動かす。だけど今度いよいよ糸を巻き上げたりなんかする中で、強化ギアシステムというのがあるんじゃないですか。この辺に関しては強さ。らしいですね、まあ、実際、そうですね、釣り自分たちでやってたら強いなという印象しかないんですけど、哲也さんは多分そのいろんなリールを使われてもらえているので、またこの強くなったその EJ シリーズのリール自体が秋には感じられることです。ここのとこね、強化ギアシステムっていろんなリールに出てきて強くなってるがために、これまでの1000とか2000とか3000の常識が
もう崩れて1000の EJ でここまでできんのか、はいはい、2000でこんなことやっちゃっていいのかとか、でいよいよ3000じゃないですか。これまだ僕も使ったことないんだけど、もう聞いた話によると、いやこれいろんなことやらかせそうだなと、業種も増えてきそうだなというところはすごく思うんですけども、やっぱりなんか中身が変わることで、これまでの1000だ2000だ3000だの常識がどんどんひっくり返っていくんで、まあこれはもう宿命ですかね、電気製品の。そうそう、買う方がまた変ですよ。そうです、前回買ったのに強いったのに、これまた来たぞみたいな。この部分が今日ギア、ね、はい、ギアの部分が強くなったということなんですよね。でもなんかシンプルで、そうなんですね、支えてくれてるんですね、この中でね。強化ギアシステム、はい、これによって、メリットすごく強くなってるんですが、はい、他にも何かあります？はい、これが、まあ、その強さもあるんですけど、その耐久性ですね。わ、それがなんかもうすごいみたいですね。確かに新品の時ってなんか、はい、おーいいねと思うんだけど、いい、やっぱ使い込んでいくとだんだん、でもその初期状態の使い始めた頃と変わらない状態、いい状態がずっと長く最高ですね。まあ、そういったものをこの小さな、はい、本当小さな部品で、ね、ここまでしてくれる。すごい周りがいいんですよね。あすごく周り落としそうになります、ね。なるほどですね。でこう見てるとですよ、液晶画面に今これ何ですか、この模様が。そうですね、画面出てますね。探検丸の情報。スクリーンですよね。スクリーンが出てますけど。はい、もう見やすいですね。そうですね、とっても綺麗で、これジギングなんかで、はい、探検丸の画面見ながら釣っている、はい、やっぱりその有効的ですか？有効的ですね、うん、これまで探検丸自体を見ながら見て、魚が映るというよりも地形とか、ね、水深が分かる情報ってすごくありがたいですね。今から駆け上がるのか駆け下がるのかというのも作ってくる距離だったりとか考えて、次の落とすことも考えて、手動の時もやっぱり探検丸呼吸を見ながらの作業が多かったですか？やると思う、全然楽しいですし、情報が入ってくる、情報がですね。探検丸出てから何年経ったかもう忘れましたけど、はい、まあでももう12年前ぐらいにカラーになって、カラーになったのがそうですね。そうです、だからもっと前から探検丸はあって、いろいろと釣りのお世話をしてくれたんですけども、そのカラーの探検丸情報が今このモニターに、そうですね、小さなモニターに入りましたから、はい、すごいですよね。これあの確かに海底とか水深、はい、そしてなんかベイトが映ったり、はいはい、ベイトの下になんか怪しいのがボソボソっとこう出たりすると、ジグやる前になんかワクワクしますか？ワクワクしますね。でまあ、ずっとやってて、やっぱり映ってる時と魚がですね、うん、でまた落とし直す時に映り出したら、ああ今今って思いますよね。そのこう落としてる最中にずっと情報が入ってくることによって、やっぱり、うん、次しゃくる時のこの操作する時のこのテンションが変わってきますよね、うん、さっきのあの海底付近でもしかしたら根ずれして、はい、旗とかカンパチとか、はい、ラインがブレイクする、そんな時の釣りと海遊魚、はい、ここ上の浅いところを泳ぐ魚、はい、まあ釣り方的にはうんうん、やっぱり海底付近の魚狙ったらやばいんだけど、やり取りしててバーンって仮にバレることって必ずあるじゃないですか、はいはい、バレた時にこの海底形状を見ると、はい、あっちゃーってでもその時に海底形状は意外と見てないですよね、はいはいはい、やっぱ引きが強くて、あーってなってバンってあんな綺麗だと思ってパッて見たら、出たよこれみたいなゴッドセが出てきたんですね。まあ、でも失敗も成功もこの画面の中にいっぱい情報があるんで、これ見落とさないようにやっていけばいいというところですね。重宝しますね。重宝します、うん、ありがたいですね。そしてこの 3000EJ には新しいモードが入ったという話を聞いたんですけど、そうなんですよ。どんな機能なんですか？この機能が良くてですね、うん、今これは設定はアドバンスモードになってますね。なってます、はい、アドバンスモード、はい、これちょっと表現がうまく私が言えるかどうかわからないですけど、
ちょっと強弱ですかね、巻く強さみたいな感じになってくるんですけど、あの手巻きでまず行うときってこう強くバッと巻くときと、はい、スッとこの巻くときと、はい、いろいろ一度の動作でもその巻く強弱だったり距離だったり強さだったりが変わってくるんですね。で、まあ、ターゲットにもよるんですけど、ジグの形状によってやっぱあの、うん、動かし方というかそのハンドルの回す圧みたいなものを変えるんですよ、ね、うん、はい、それがこの電動リールで EJ で行うことができるモードになっています。簡単ですか？簡単です。設定は設定簡単なんです。メニューから入っていって、はい、今もうモードにそのモードにアドバンスモードになってるんですけど、はい、この一番下に H って H、はい、はい、ハードになってるんですけども、はい、この今29のスピードで 0.4 秒モーターが回って、はい、はい、一番強い状態で巻く状態になってるんですね。で、一回押したらこのモードで必ず巻いてくるんですね、うん、なので動かしながらこれを、次は29の状態でちょっとでモーターを07にしましょうかね。 0.7 と。で、今度 H のだったものをこの HMN ってなってます、はい、3段階。ああ、3段階、強さが。で、この一番ローになってるんですね。このモーターの巻く音が。あ、違いますね、圧が。滑らかに29のスピードまで上がっていく。ハイだとドンと29まで上がって、うん、ちょっと圧が変わるわけ。細かい微調整が、はい、それが動作でいくとストロークでいくと、あー、なるほどですね。こういう感じでできるような、これを早めたいのであればまた、もうハイスピードなんかにもやってしまって、うん、またこうこういう感じですかね。で、なるほど、ショートピッチをやるとかですね、またハイにしてハイにしていく状態に今します。はい、これだと、うわ、全然違いますね。早いですね。力強い、はい、クイックな動き。ちょうど、これまでのオートジャークモードとマニュアルモードの、まあ、中間的な、プログラムで1回のジャークを1回ボタンを押すだけでそのモードを必ず行ってくれるという規則正しくですね。このコンピューター設定とギガマックスモーターで、はい、キュッと動いてピタッと止まるっていうところがやっぱり電動ジグに特化した性能ですね。それと、はい、哲也さん、あのもう一つ機能がありまして、この探検丸の表示を切ってですね、はい、はい、ここに今またアドバンスモードしてるんですけど、はい、この 0.00 メートルになって、はい、うん、この1回押した距離がもう今 0.70 センチ巻きました。今まさに巻き上げた距離がここに表示されるという、表示される、ワンピッチの表示も巻いた距離表示が出るようになっています。はあ、なるほどですね。なので、まあ、棚のしっかりした釣りなんかも、あの正確にですよね、あ、巻きすぎたらもう少し細かく誘いたいなと思ったらまたスピードちょっと落としたりとかですね、落とすと今度は0.6 とかで60歳、表示が出ますので、大体どれぐらいちゃんと巻かれてるっていうことが分かるのがすごく使いやすくなりましたね、うん、これ実際ですよ、もう1回の調光でどんな時にこういった機能を使うか、また逆にもう本当にもう巻き上げだけで、はい、自分の設定なしでもうピックアップボタンとか、はい、テクニカルレバー全開とか、はい、っていう時間の時もありますか？あります、あります。ありますか、はい、一応最初活性炉いい釣り方でやっぱり試すんですけど、はい、バンバンやってて、うん、徐々にスピード落としていったりして、うん、食いが悪いなとか当たったりとかしてもかからないなってなった時にスピード落として細かく電池をさせていくような感じで使ってます。なるほどですね、はい、キュッキュッキュッってクイックに引っ張ってくる方法もあれば、はい、あのスローで、はい、ゆっくりとした動きで、はい、サクッてから落としてっていうようなイメージで使ったりですね。なるほどですね、はい、もうこれからあれですね、 EJ の3000できたから、なんかもっといろんなシチュエーションのセッティング、ね、また動かし方、はい、
っていうのをね、松岡さんに見せてもらいたいですね。でこれがやっぱり本当にすごいなと思うのが、今までのやっぱ最初話したあれなんですけども、今まで思ってたことを覆すような出来事がやっぱたくさんあってですね、あその中でちょっと一つ印象的だったのがですね、一度張り落として、まあ、自分がどれぐらいのスピードで動くかということを、まあ、ガンガン試したんですけど、まあ、その時130m からもうハイスピードで一気にわーっと上がってくるんですよ、うん、水面までピッピッて止まるところまで、はい、そして何度かやってるとどんどんこのブリの反動が上がってくる、上がってきて水面まで追いかけてきました。はあ、お供に映ってたのは、これはなかなかその手巻きではなかなかやっぱできないんだな。魚の活性がいい時であれば、はい、ジグを入れてギャーって高速で巻くことによってより興奮させて活性を上げる、はい、もう水面まで見ていただいて本当鳥肌もんですよ。あ、すごいことになったっていう、あれをやっぱ体験した時に電動ジギングの可能性とかですね、今まで自分が思ってたこと以上にできるんだなというような、感じたところですね。自分やっぱりこのジギングに行って電動タックルも用意するけども、はい、手動のタックルも必ず、はい、そうです、持たれてますか。はい、こちらも用意して、ベイトタックル、スピニングタックルっていう。ああ、そうですね、はい、ちなみに松岡さんが安心してられる本数、個数、はい、まあ、ワンセット、はい、何セットぐらいあったらこういう、うね、まあ、普段ね、はい、行ってて、はい、船にもよるんですけどね、乗せていいタックルの本数だったりとか、決められた範囲内で行わないといけないんですけども、大体3セットは、セットジングだけでは行くんだったら3セット。ちなみに何と何と何ですか。そうですね、まあ、ベイト、スピニング、はい、この電動、もう各一つずつですね。でこれまでだったらもっとその本数が実際多かったんですね、ジギングだけだったら。でも電動ジギングができる、この電動リングができることが多くなったので、うん、もう3本分ぐらいはやってくれるんですよね、ヘビーなところの部分なんですね。なのでちょっとライトなところをしっかりおまけの方で、うん、まあ、抑えておくというような感じ。このオシアの EJ のロットもありますよね。そうです、そうです。何種類ありましたっけ？3、4、5、6番、そうですね、4タイプですね。4タイプです。もうこれはもう水深と狙う魚の種類、大きさに応じて変えていくんですね、はい、よく使うのって何番ですか？近海だと3番、4番、ね、3番、4番ですが、はい、遠征でまあ深くなったりとかするとカンパチネだったりとか、まあ、20キロ、30キロって大物になってくるとやっぱり5番、6番。自分も結構海近いんで、はい、しょっちゅう海出るじゃないですか。だからあまりたくさんタックル持ってきたくないんだけど、とりあえず3番にこの、まあ、今までは 1000EJ をつけてやったんですけども、はい、1000EJ つけておけば大概いろんなものするんですよ。そうです、いろんなものできちゃうんですよ。できますよね、カバーする範囲が広いですよね。やっぱりで自分も、まあ、昔よりも絶対体力落ちてるんで、しゃくった時にやっぱり3番だと体に優しいんで、長続きできる体力を持つっていうんでね、まあリールの耐久性は上がっても人間の耐久性はどんどん落ちていくんで、まあこんな僕らの年代でもこの電動ジギング楽しめるんでね、まあそんなところですね。今までこの3000番の、まあ言えば電動リールですね、たくさん使われてると思うんですけど、 EJ はどんな感じですか？あのね、いろんなものに使っていきたいんだけど、今のお話を聞いてジギングは当然なんですが、とにかくこのサイズでしょ、まあ、一番初めに言った細い糸で深いところを釣るか、太い糸ででかいのを狙うかっていうところも視野に入れながら、うん、まずは、これから夏、秋、冬頭まで、パヤオ周りの回遊魚、キアダマグロとかビンチョウマグロとか、あと、まあ、シイラもそうだし、カジキなんかも、カジキもあの、カジキ釣られてますね、はい、EJ の線で結構100キロまでのカジキだったら結構ね、だからまあこれすごいじゃないですよ、リールが進化したんでもう前の線では考えられないことができてる。そうなんですか。っていうことは3000ですよ今度。
もっとできるわけです、ね、うん、多分200キロを超えるカジキを PE の3号か4号、まあ3号でいいと思うんだけど、距離さえ、はい、距離さえ、ただ200キロのカジキもいけちゃう。しかもロットはあんまり長いの使わないで、まあ、短めの泳がせロットとか使いながら、まあ、何でもいいですよ、ロットは。リールがしっかりしてるから、そうなんです、まあ、それでそういう回遊魚をこの暖かい時期やりつつ、これがちょっと下がってきた頃深場に行ってでっかい太刀を、あ、でっか、太刀です、ね、今度はもう力は必要ないですよ、深いんで、ゆっくりとバレないように巻いてくればいいから。それはもうね、ジギングでも釣れるし、もちろん太刀魚電話でも釣れる、はい、水深300メートル以上、もう300ですか、うん、で潮が行ってれば垂れ身ができるんで、はい、400メーターぐらい出ます、ね、でもこのリール3000ですから、ラインキャパ的にはもう余裕じゃないですか。あのこういった太刀魚なんかもやりながら、もういろんなのに使っていきたいですね。でもあれですね、私からのお願いなんですけど、一度一緒に行きたいですか。行きましょう、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 ね、そうですね、うん、全然自分の知らない世界は見せていただきたい、あの天野もあり、ジギング、立ち寄りジギングもあり、両方持ってやりましょうよ。あの面白いですよ、いろんなあの深場なんで、もう見たことない魚もかかってきたりするんでね。で時にはあのセイカって、こっちでソデイカ、ソデイカの20キロぐらいのがかかってくることもあるんで、ソデイカの20キロ、これ3000持ってれば余裕のよっちゃうんでしょうね。楽しみですよね、これから水温がまずまだ高いんで、いろんな魚種が出てくる。松岡さん、今後どっか行かれる予定のある釣りますから、そうですね、近近で、はい、今考えてるのはちょっとどうなるかわからないですけど、まあ、キハダ、ビンチョウ、カンパチですね、あ、時期ですもんね。この3魚種はちょっと行きたいなと思ってるんですね。特にもうやっぱりこの持ってしっかり、うん、ちなみにキハダマグロ、はい、一番でかいの今まで釣ったらどの何キロぐらい？今まで釣ったので40キロ。どのぐらいのキハダがいるか、なんかご存知ですか？どうなんですか、ね、聞いた話でもいいんですけど。聞いた話では100キロ近いよねと言われてますから、うん、まあ怖いですよね。107キロとか、はい、見たことありますよ、実際に。そうです、はい、これはあのもう竿で釣ったんじゃないんだけど、巻き上げ釣ったんですけど、もうね、はい、キハダのこの黄色いこれがね、でかい。あのキュッとこのでかいで、パワーは半端じゃないですよ、まあ、やっぱりその40超えてくるとちょっと違うじゃないですか、長くなってから、そうですよね、違いますよね、はい、で70超えるとまた一段と、はい、うーんってなんじゃないですか、その上ですよ、その上がいるんです、もうこれなんかでっかいあのね、あんな大間にいる黒マグロかみたいな走りを、多分ね、あの尾っぽですから、あの背びれですから、カジキや黒マグロをよか上回る瞬間的な力はあるはずなんで、もうこのね 3000EJ でギガマックスも出す、今日鍵走ってもついてるし、やっちゃいましょう、ね、いろんなのね、じゃあもうぜひぜひチャンスを、はい、必ず行きましょうね。ということで、ビスマスターの 3000EJ、 もうこれからまさにまだ1回しか使ったことない、僕は1回も使ったことない状態ですけども、松岡さんどうですか、なんか目標3000EJ で。そうですね、まあ、いろいろこう妄想は膨らむんですけど、これまでできなかったポイントとか、やっぱ深場とか、ね、大きい魚が狙えるんで、そういうところありますね、どういうふうになっていくのかなというのはちょっと思ってます、はい、未知の世界へもう一歩、う、ね、またちょっと新しい発見がありそうで、ありますね、必ず ね、まあ、いろんな1000の EJ でもいろんなでかい魚も釣れてるんで、もう3000鬼に金棒になってくるはずなんで、ぜひ皆さんもね、いろんな、魚種、はい、で新しい釣り場、生き慣れた、通い慣れた釣り場以外のね、はい、挑戦も松岡さんと同じようにしていただいて、いい釣りをしていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。